ルシタニア族州ルシタニアは古代ローマの族州。現在のポルトガル及びスペイン西部に該当する。最初にこの地にやってきた人種はルシタニ族と呼ばれている。インドヨーロッパ語族ということからアルプスより移動してきた可能性はある。紀元前6世紀のことと言われるが、歴史学、考古学としては未だ時代の裏付けは定まっていない。ルシタニ族は カルタゴの傭兵として初めて、ティトスリウウスの記述に出てくる。紀元前179年、ルキウス・ポストミウス・アルビヌスが、ルシタニー族を撃破した功績により、凱旋式を観光している。しかし、紀元前155年に、ルシタニー族はジブラルタルまで南下したが、紀元前153年に、同地でその年のプラエトルであったルキウス・ムンミウスに、敗れた。 セルウィウス・スルピキウス・ガルバは、ルシタニ族と同盟を結ぶと騙して、ルシタニ族を破り、捕虜にしたものを奴隷として売り払ったが、これがさらなる反乱を引き起こしたに置かれた。皇帝、ネロの時代には、ネロの友人でもあったオトが総督としてこの地域を、統治、前世を敷いた。しかし、タラコネンシスの総督であったガルバがネロに、反旗、オも、ガルバを支持ネロは元老院より、 国家の敵と宣言され、自殺する。そしてユリウス・クラウディウス・長は、断絶、内戦の幕開けとなった。ポルトガルの国民詩人、ルイス・デカモイスの有名な詩、ウズ・ルジアダスがある。この名を持つイギリス戦績の客船に起こった、ルシタニア号事件が、第一次世界大戦におけるアメリカ参戦の契機となった。プルタルコス、英雄伝、カイサル十二。 ありがとうございます。